とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。ナイトメアモンドで、ムーシュルームモンスターズを倒してみてください。ということですね。ありがとうございます。今日は、ナイトメアモンド、入れてます。3回、戦いたいと思います。まずは、怒り。覆われた怒りだね。そして、誕生と終焉。で、最後に、ソーブレードを使ってやってみます。倒せるかどうかはわかんないけども、とりあえず、行ってみましょう。それでは、ボス到着ですね。まずは、覆われた怒りで倒してみましょう。エンチャントが、ダイナモ、痛みサイクル、虚無。そして、リフレッシュですね。ダイナモと痛みサイクルと虚無。これがね、まあ、ボス戦ではベストかなと思います。で、さらに影のブリューと、力のポーションか。これも飲んでいきましょう。最大火力で最初の一発を入れますね。で、ドラを使って。これぐらいいきます。おーん、うん、いや、すごくない、すごくない。倒したぞ。あ、ナイトメアのボス、怒りで倒せるんだ。最大火力にすると。あ、そうか。これは楽だね。じゃあ次。それでは次に行きましょう。途中で2回やられちゃいましたね。2回やられちゃってピンチなんですけども、これ、誕生と終焉ですね。クリティカル重力、追い打ちでリフレッシュですね。まあ、DPS としては最高に高いやつなんですけども、どうだろうか。多分微妙な気はする。うん。これ、ボス専用っていうか、雑魚にも使えるっていう感じなんだよね。いきます。こんなもんか。こんなもんです。ダメージ。きっつ。マジか。やっぱりね、ナイトメアボスって強いんだ。通常のね、高火力の武器で言っても、この程度のダメージ。うん。いかにこの、覆われた怒りが強かったかっていうのが、わかるね。いや、これ、雑魚が出てきたらもう終わるわ。雑魚出てきたら、完全に終わる。あ、ちょっと待って、これ、パワーポーションがもうすでに切れてる。やべえ、これは、ちょっと倒せないぞ。いや、これ、雑魚が来ると、ちょっときついって。雑魚が出ると、とてもじゃないけど、あらはは、いや、耐えた。それでは3回目、この武器でいきましょう。これ、機械化ソーブレードの痛みサイクルダイナモーアーティファクトシナジー重力ですね。ボス特化にしてます。リフレッシュがないので攻撃は食らえません。では、行ってみましょう。で、釣り竿です。釣り竿も使います。これがね、多分最大火力なのよね。行きます。あー、そうでもない。そうでもねえぞ。あー、受けた。あと1回やられたら終わり。いきます。いやー、きつい。ポーションバリアつけて、これこれはきつい。それでは戻ってきました。ちょっと予定と狂ったね。これでは倒せると思ったんだけども、全然無理だったね。押し切れない。結構ダメージ与えれるはずなのよ。痛みサイクルとダイナモで、シナジーもついて、力のポーション、影のブリューでしょ?かなりダメージいくと思うんだけどね。おお、一発で2億を与えるのよ。2億。2億を、超高速でバーって当てるんだけども、全然減らない。全然減らせない。怒りの方が減った。おー、そうか。やっぱりこれ、一撃一撃をものすごく回復していくので、ウィザーとの相性がいいんだよね。なので、そうね、装備をちょっとミスったかな。ウィザーを装備してると、攻撃を食らっても、やられなかったかもしれません。まあ、火力としては、怒りの方が、上っぽいですね。わ、これちょっと難しいです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。